こんにちは、安旅です。ここは成田空港第1ターミナル。今日から4日間、ピーチで札幌界隈に出かけます。ピーチは出発3日前にメールでチェックイン用の QR コードを送ってくれるので、それをスキャンするだけ。簡単ですね。機内に持ち込める荷物は2つ、7キロまで。でも7キロあれば大抵の旅行はなんとかなります。成田では不可避の重量チェックを終え、全日空と共用の国内線ターミナルへ向かいます。今日のフライトはピーチ MM563 便、朝7時30分と早い出発ですが、その分少し安上がり。ちなみに航空券の値段は、座席指定料、支払い手数料などを含め往復で1人9210円、片道あたり4605円でした。この日は土曜日ということもあり、朝早いフライトであるにもかかわらず、8割程度の客席が埋まっていました。離陸後5分程度で機内 Wi-Fi によるデジタルサービスが始まります。まずはフライトマップ。これだけでフライトの楽しさが倍増。さて、前 Android や Chrome で再生できなかった機内 Wi-Fi の動画サービスですが、今回 iPhone と Safari を試したところ、あっさりと再生することができました。 iPhone って対応サービスもアクセサリーも豊富で便利だな。苫小牧の港が見えてきました。そろそろ千歳に到着です。
今回はちょい乗りレンタカーを予約しました。到着の電話を入れて30番のバス乗り場で送迎車を待ちます。同じ敷地にあるワンズレンタカーと共同運行の送迎車です。今回は3日間で面積別5,700円。北海道の旅行で車なしなのはよほど特別な時だけです。レンタカーをスタートさせた時点で朝の10時。今回はこのまま車を超有名ラーメン店に走らせます。そう、食べログで札幌ラーメンナンバーワン、 Google マップの評価でも 4.2 のあのサイミです。サイミの開店時間は11時。順調に行けば開店時間にお店に到着できるはず。住宅街のお店なので車があることもアドバンテッジではないかなと考えたのですが、もうのれんは出ていて行列も店の裏まで続いていました。サイミの人気について認識が甘かったようです。後で知ったのですが、ここは開店時間より少し早くお店を開けるとのこと。第一駐車場に入れたし早めの到着ではあったはず。頑張ったせいか今回は40分待ちで食べることができました。注文したのは味噌ラーメン。私はサイミでは味噌ラーメン以外を食べたことがありません。他のラーメンもきっと美味しいはずですが、私にとってサイミの味噌ラーメンは札幌の味なのです。奇をてらわない、とても美味しい札幌の味噌ラーメン。札幌に来たんだぞって気持ちになりますね。ちなみにここは接客もとても良いお店です。体に良くはないのですが、スープまで完食してしまいました。この勢いで、次は私が札幌で一番好きな観光スポットに向かいます。北海道開拓の村。ゴールデンカムイのモデルにもなった明治から昭和初期の北海道の建物を移築復元した施設で、 54.2 ヘクタールもの敷地には52もの歴史的な建造物があります。どれ一つ見逃したくない私は毎回買い物をもヘトヘトになります。ここを楽しむにはかなりの気力と体力が必要です。まずは旧浦河市庁庁舎、ゴールデンカムイの新世界ホテルのモデルになりました。まあここにはそんな建物がいっぱいなのですが、旧車差旅館、トニアンジたちがアジトにしていた廃旅館ですね。トイレも忠実に復元されています。ルミマス川本そば店、富士見の杉本が二新そばを食べていた店のモデルですね。旧金堂医院、ここは家長が収容された病室のモデルがあります。
受付がいい感じ。診察室に、手術室、札幌警察署南一条巡査派出所、山本理髪店、尾形がひげを剃ってた店です。青山家良家住宅、辺見和夫の働いてたニシンの番屋であり、木取一家の屋敷でもあり、花沢中将の自宅でもあります。現存するニシンの番屋は国内には15箇所、それだけでも貴重な建物なのですが、つい辺見のもっこだと思ってしまうのが漫画好きということなのでしょうね。小川屋酪農畜舎、これはエディ・ダーンの畜舎のモデルです。森林鉄道機関車、さすがにこれはゴールデンカムイには登場しません。こちらは札幌農学校寄宿舎当時の食事、当時としてはなかなか贅沢な洋食だったようです。もちろんゴールデンカムイには登場しません。昭和になると和食になっていますね。武井商店酒造部は第七師団の弊社のモデルです。普通に見ても時間のかかる施設なのに、ゴールデンカムイのモデルとして見学するとさらに時間がかかり、体も頭もヘトヘトです。あまりに疲れてしまったので、この後見学する予定だった近くの北海道博物館は素通りし、ホテルに直行することにしました。今夜のホテルはロイトン札幌、詳細は次回の動画でご紹介します。今日ここまでの費用、総額23,100円、1人当たり11,605円でした。こんにちは、安旅です。札幌界隈3泊4日の旅、北海道開拓の村を真剣に見学しすぎて疲れてしまった私たちは、予定より少し早くホテルに到着しました。北一条西11丁目にあるロイトン札幌です。今回は札幌割を利用するため、札幌市内に宿泊する必要があったのですが、繁華街からは少し離れているものの、ここには広い駐車場が、そして駐車場無料のプランがあったのが決め手となりました。223台分の駐車場があれば、そうそう満車にはならないはず。せっかくの無料駐車場も満車では意味がありませんからね。ロイトン札幌は1000から2000人規模の大ホールを持つ大型ホテルで、ショップエリアやパブリックスペースも広めです。そのため駐車場からレセプションまでは数分歩くことになりますが、これは大型ホテルの宿命ですね。ちなみにこのホテル、1992年の開業時にはコンベンション専用ホテルとして営業されており、一般宿泊客を受け入れるようになったのは1994年からとのことでした。ちなみに運営するのはリゾートホテルブランドの大和ロイヤルホテルで、同じ大和系列でもビジネスホテルブランドの大和ロイネットではありません。大和ロイネットでも私たちには結構贅沢なのですが、札幌割ありがとうです。この通路の向こうがフロントのようです。ありました。手早くチェックインを済ませて部屋で休みましょう。今回予約したのはツインルーム、ツインでは一番お安い部屋です。いただいたのは13階の1313号室でした。部屋の広さは30平米とのこと。なるほど、ゆったりしています。
窓際にはゆったりとお茶のいただけそうなテーブルに椅子が2つあります。眺望も悪くはありません。遠くには大倉山シャンツも見えました。壁際にはライティングデスクにテレビ。テレビは32インチで HDMI 端子も利用できました。 Wi-Fi も動画の視聴に全く問題のないレベルです。ベッドサイドにはコンセントが2つありました。ケトル、煎茶、飲料水があります。今回はチェックイン時にフロントでコーヒーのセットもいただけました。冷蔵庫はからご自由にお使いくださいモードですね。クロゼットには使い捨てのスリッパ、そしてセーフティーボックスもありました。最安のツインルームですが十分に満足です。さてバスルームはどんな感じでしょう。なかなかゆったりしたスペースで、シンクの横にハンドタオルも2つ置いてありました。バスタブも足が伸ばしやすい広さで快適です。シャンプー類はポーラの、ひととき良いですね。ちなみにこの部屋は2泊1万円、1泊あたり5000円で泊まることができました。もう一度ありがとう札幌割です。ホテルでゆったり休んだらお腹が空いてきました。晩御飯の時間です。実は今回利用した札幌割はホテル代がお安くなるだけではなく、一人一泊あたり2000円分のクーポンがいただけました。これを晩御飯に使わない手はありません。クーポンが使える店をいろいろ調べ、この日は回転寿司の有名店トリトンに向かいます。とはいえこの日は土曜日、トリトンは地元でも人気の店、混雑は必至です。そこでホテルからトリトン各店に電話をかけまくり、待ち人数が一番少なかったトリトン伏子店まで約7キロ車を走らせました。とは言ってもそこは土曜日のトリトン、十数組の待ちがあり、車の中で1時間ほど待つことになります。そうまでして食べたいのかと言われても、食べたいと答えるしかないのがトリトンで、都内にだって店はあるじゃないかと言われても、北海道に来ると並んでしまうのがトリトンで、これはもうある種の儀式かもしれません。大手のチェーン店と比べてトリトンは決してお安い店ではありません。最安の一皿120円でいただけるのはほぼ海苔巻きや軍艦、卵くらいで、ちょっと油断をするとお酒なしでも一人3000円を超えてしまうのですが、それでもお値段に対する満足度はとても高く、だからこそ地元の人までが行列を作るのでしょう。うわ、ニシン売り切れか。カツツブは高いから白粒でも美味しい。トリトンでもお気に入りのタコ、頭と足、頭も食べるのが北海道流とのこと。美味しい。マグロ3点盛り美味しい。マグロとサーモン美味しい。しめ鯖美味しい。ホタテ美味しい。カニ味噌美味しい。タコ今度は足だけでおかわり。せっかくの北海道、芋餅も美味しい。この日も2人で5000円以上食べてしまったけれど、カウンターの寿司屋に比べれば安上がりだし、満足感も十分。4000円分の札幌スマイルクーポンを使って、支払いは2000円以下で済みました。ありがとう、札幌割。ありがとう、札幌スマイルクーポン。でも今回のトリトンでは、あのネタだけは我慢しました。最近近隣で漁が始まったばかりのウニです。実は朝食なしのプランでロイトン札幌に泊まっている私たちは、明日、漁が始まって2日目のシャコタンチョウビクニまで、
ウニ丼の朝食をいただきに行くのです。しかも今回はバフンウニの入ったウニ丼、明日の提供に問題のないことは電話で確認しました。待ってろよーシャコタン、待ってろよーバフンウニ。いくらトリトンだからといってこの状況でウニを食べてしまうのはせっかくの感動を薄めるだけじゃないですか。そういう理由で禁ウニをした私たちは明日に備えてホテルに戻ります。ちなみに札幌滞在は何回目かわからない私ですが、食事に合わせてビールを飲むくらいのことはあってもすすきのの飲み屋さんに行ったことがありません。そんなお金があったらウニを食べてやる。そんなお金があったらトリトンでタコ食ってやる。そんな風に考えてしまうからです。ちょっと話が脱線してしまいましたが、とにかく明日はシャコタンにウニを食べに行きます。本日の出費総額 25,210円、1人当たり 12,605円でした。おはようございます、安旅です。ここはロイトン札幌の1313号室。素泊まりの私たちはこれから朝食に出かけます。朝食会場はホテルから80キロほど離れたシャコタン町。北海道とはいえ札幌や小樽の都市圏を走るので高速を使っても約1時間半。高速料金を支払うのが嫌いな私たちはさらに30分長く走ることになり、約2時間のドライブになります。道路の左側に構えいのかまぼこプラザが見えてきました。シャコタンまでの中間地点にあたる小樽に到着したようです。運河沿いのこのエリアはちょっとした観光地なのですが、今回は帰路、余裕があったら立ち寄ることにしましょう。小樽の運河も観光地もなくなりはしないけれど、シャコタンのウニは誰かが食べればなくなるのですから。シャコタンのウニ漁には4つの海域があり、それぞれ漁期が違います。2021年の場合、まず最初に解禁されたのが半島西部の古平と美国で、解禁日は6月1日。次に解禁となったのが日塚の6月10日、そして6月中旬に予別と東から西に進んでいきました。北海道でウニ丼といってもそれが地元産である保証はありません。でもなんとかして地元で採れたウニを食べたいじゃないですか。そこで今回は数日前に解禁となったばかりの美国地区にあるお店のサイトに、海がしけて船が出ない時にはウニは提供しないというほど地元産にこだわるとある地元でも人気の純の店にやってきました。もちろん2日前に美国のウニが解禁になったこと、この日バフンウニも提供されることも2度の電話で確認済みです。でも開店時間にやってきたにもかかわらず、すでにこの行列。レンタカーではない北海道ナンバーの車も多く、この店の人気がわかります。待っている間に敷地にある謎の自動販売機を見てみましょう。冷凍ザンギ 400g 980円、たらこ 200g 980円、ニシン切り込み750円、ホッケの一夜干し350円、羊のウインナー1300円。ザンギ 800g 1700円、甘エビ 300g 980円。これだけのものが売られているのはちょっと驚きです。お店の入り口には名前を記入するノートがあり、ついつい何度も見に行ってしまいます。この日のおすすめは茶碗蒸しなどのつくトリプルウニ丼4500円、ウニ甘エビイクラのみはマドン3600円、ウニ甘エビ丼ぶり4000円、そしてザンギとのこと。1時間少し待ってやっと店内に入ることができました。考えてみると私たちは3食連続で食事のために行列をしています。メニューを見てみましょう。まずは純の店おすすめの期間限定トリプルウニ丼セット4500円。自販機の紹介もありました。新しい試みだったのですね。改めてメインメニューを見てみましょう。
まずはいろいろな定食が950円から。丼物は900円から、お弁当も900円からありますね。カレーやチャーハン、ラーメンやお子様ランチまであるのは、ここが小さな町の食堂だから、なのでしょう。もちろん一品料理も豊富です。メニューの中で最も高価なのが、赤白うに丼、6600円。和風ウニと紫ウニを乗せた丼で、基本用予約。今回は、これ、食べちゃいます。覚悟を持って注文したら、お店の方が1000円分のクーポンを持ってきて、私たちの背中を押してくれました。まあ、予約済みなのですけど。ついに赤白うに丼の登場です。左側の赤、濃い色のものが和風ウニで、右側の白、薄い色のものが紫ウニ。どちらもたっぷり、ご飯を隠すように乗っています。丼のお供は、味噌汁におしんこ。いいですね。さらにはこれも人気だというザンギも注文しました。自動販売機でも売られていたあれです。食べる前にもう一度、その尊いお姿をじっくり拝見します。地元で採れたばかりの和風ウニと紫ウニ、和風ウニなんて最後に食べたのがいつかかすら思い出せません。ゴールデンカムイでは、上流の作法としてわさびは醤油に溶かすなとありましたが、そんなこと言ってられません。まずは両方のウニを少しずつそのままいただいて、その後はわさびを溶かした醤油をウニにかけてしまいます。この食べ方に異論のある方もいらっしゃるかもしれませんが、ちまちまではなく豪快にいただくにはこの方が良い気もします。和風ウニうまい。でも紫ウニだってとっても美味しい。2種類が同時に出てくるためにどうしても比較されてしまい、和風ウニは味が濃厚で甘みが強く、紫ウニはあっさりしているという言い方になってしまいますが、どちらのウニもとても美味しく、紫ウニだけだって大満足です。ウニ丼を書き込む前にもう一度最後のご挨拶。この後はカメラなんか持たずウニに集中です。わずか数分で完食。美味しかった。ちなみにザンギもお店のおすすめだけあって、大きくて柔らかくてとても美味しいのですが、ウニ丼である程度お腹が満たされてしまったせいか、完食には手こずりました。まあただ手こずっただけで結局は完食なのですが、純の店は大きな店ではなく、ウニの専門店というわけでもありません。むしろラーメンから仕出し弁当まで何でもこなす小さな町の食堂です。でもだからこそ観光客相手の怪しい店にならず、美味しい地元のウニをそのまま食べさせてくれる、そんな素晴らしいお店になったのかもしれません。純の店さん、ごちそうさまでした。朝食を食べにシャコタンにとは言いましたが、開店時間に到着しても、順番を待ってウニ丼を食べ終わった時にはもう1時前。この後は札幌方面にゆっくり移動しながら、夜市や小樽を観光することにします。
今日ここまでの費用、総額 13,080 円、1人当たり 6,540 円。ロイトン札幌のツイン2泊より高価でした。よろしかったら、高評価、チャンネル登録、お願いします。こんにちは、安旅です。シャコタン長尾国の純の店で、遅めの朝食の予定だったけれど、立派な昼食になってしまった赤白ウニ丼に満足した私たちは、次の目的地まで車を走らせます。美国から 25km、車で約30分の場所にある日華ウイスキー余市蒸留所です。コロナ禍の今、見学は完全予約制になっており、私たちも完全に予約を忘れていたのですが、朝からキャンセルが出たかどうかの電話を数回かけ、当日の見学ツアーの枠を確保することができました。1934年に設立されたこの場所は、経済産業省の近代化産業遺産、国の登録有形文化財、そして北海道遺産に指定されていて、内部には10棟の重要文化財があります。試飲含んでところようやく1時間の見学ツアーは、1日12回、なるほどキャンセル確認の電話も有効だったわけですが、きちんとキャンセルの連絡を入れる方のモラルの高さにも感謝、です。見学ツアーの最中は動画の撮影は禁止だったので、ツアー後の試飲会場から、校内を逆行する形での撮影となりました。ツアー後、無料で試飲できるウイスキーは3種類、ウイスキー好きの人にはたまりませんね。ツアーを終えた見学客は、事前に受け取った入港許可証を見せて、自分のペースでやってきたルートを戻ることができます。これはとてもありがたい方法で、試飲会場に近い博物館もゆったりと見学することができました。この日華ミュージアムは2021年10月に旧ウイスキー博物館からリニューアルされた施設で、日華ウイスキーの歴史やブレンドの役割などが紹介されており、映像展示や有料の試飲コーナーもあります。これは創業者竹鶴正隆の使っていた調度類。2014年に放映された NHK の朝ドラ、マッサンのモデルとしてあまりにも有名な方ですね。ガイドさんのお話によると、創業者竹鶴正隆は、スコットランド人の奥さん、リタさん手作りの梅干しなどを魚に、1日1瓶のウイスキーを飲んでいたのだとか、これは普通の人にはそうそう真似できません、というより、真似してはいけません。ちなみに亡くなった後、竹鶴さんのご遺体は解剖されたのですが、その肝臓には全く問題がなかったのだそうです。一方、スコットランド人の奥さんであるリタさんは、晩年肺や肝臓を病んだ、とのことなので、やっぱり竹鶴さんが特別だったのかもしれません。博物館を出て、見学ルートを逆行する形で校内を歩きます。歴史のある建造物が立ち並ぶ初夏の夜市。ここを歩けるだけでも、日華ウイスキーに来る価値はあります。道沿いに並ぶのはウイスキーの貯蔵庫で、一番古いものは創業時のもの、とのこと。奥に見えてきた緑色の建物は、旧竹鶴邸。竹鶴氏とリタさんが実際に住んでいた家で、平成14年に 1.4km 離れた場所から移築、復元されました。ここでは、石炭の直下で原酒を蒸留します。運が良ければ石炭をくべる場面も見られるツアーが約30分。運転しない成人なら、3種類のウイスキーも無料で試飲でき、しかもツアーと試飲の後は自分のペースで見学ができるなんて満足度高すぎです。Google マップで 4.4、トリップアドバイザーでも 4.5 の高評価も納得、です。ただ、予約だけは忘れないようにしましょう。今回はたまたまキャンセルがあってツアーに参加できましたが、ここまで来て内部が見学できないのは残念すぎます。余市の日華ウイスキー見学を終え、車を動かした時点で時間は午後の2時半。でも、せっかく時間をかけて尻節エリアにやってきたのだから、ここは小樽にも立ち寄ってみることにしましょう。迂闊な場所に止めると駐車料金がバカにならない小樽ですが、運河沿いに駐車場無料の素晴らしい施設があります。
余市から車で約30分の小樽市総合博物館運河館です。入場料は大人1人300円、徒歩15分の場所にある総合博物館本館との共通券ならなんと500円なのですが、連日の観光で少し疲れ始めていた私たちは、小樽の歴史と自然がテーマの運河館だけ見学することにしました。ちなみに本館は交通と科学技術がテーマで、50両もの鉄道車両が展示されている、これもかなり魅力的な施設です。こちらも駐車場は無料、いつもなら素通りはありえません。この日はそれだけ疲れていたのでしょう。たまにはこんなこともあります。運河館の魅力は、その建物自体が明治26年に建てられた倉庫であることと、開拓時代の貴重な資料や復元された商家などの魅力的な展示でしょう。例えばここは海陸物産問屋ですが、具体的な店名がありません。多分写真などから一般的な海陸物産店の様子を再現し、そこに当時の資料を展示したのでしょう。人力車や荷車だって、後ろに当時のガイドの写真があります。こういう小さな配慮が資料をより魅力的に見せます。オルガンがよくあるお手を触れないでくださいではないのも素晴らしい。蓄音機も音が出せたらなんて欲が出てしまいます。こちらは明治末期の文具雑貨店、土間がいいですね。昭和初期消防署で飼われていた犬文庫の剥製だそうです。知りません。そしてここは知る人ぞ知る夢の里重たいについての資料展示です。重たいは1936年小樽市北部に開業した断崖絶壁の料亭龍宮閣と重たい遊園地を中核とした一大リゾート施設だったのですが、わずか4年後に園芸場が雪のため崩落、翌年弁天閣が地滑りで海岸まで流され、戦争中に経営が行き詰まり龍宮閣は市の抵当に出され、経営権は譲渡され、戦後すぐの1946-7年に遊園地は再開したものの、1952年には龍宮閣が消失、1977年には残された弁天食堂が危険家屋として撤去され、その後は跡地が遊歩道になっていたものの、2006年の崖崩れで立ち入り禁止になり、2014年の大雨で遊歩道そのものに崖崩れが起きるという、どうしてこんな場所にこんな施設をというパラダイスでした。こんな施設についての展示はここ以外で見ることはできません。ここの学芸員さんとは良いお酒が飲める気がします。実はこの廃墟、あのニトリが再開発の可能性を検討しているという話もあります。本当かな。第1展示室から第2展示室に行くには一度中庭に出る必要がありますが、旧小樽倉庫の様子がよくわかるスペースになっています。第2展示室は小樽の自然がテーマということですが、ごめんなさい、歴史や文化重たいほどは興味が持てずさらっと流します。これは2006年小樽市銭箱に流れ着いたトドの骨格標本。まあ漂流したものは市が処分しなければならないし、あとは処分するか保管するかしかないし、だよな。自然科学系の学芸員さん、ダメな見学者でごめんなさい。この博物館の前には運河があり、少し歩いて横断歩道を渡れば運河が見えるのですが、ごめんなさい、画像ありません。もうホテルに戻ろうと車を運転していたのですが、構えの駐車場が空いていたので立ち寄ってみました。パンロールがればいいなくらいの軽い気持ちで立ち寄ったのですが、この時間でも店内は混雑していてレジには行列が。仕方がないので工場見学だけでもと考えたのですが、今日は日曜、宣伝パネルとビデオを見ただけでした。後で気がついたのですが、ここには土日限定のバラエティセットという人気商品があり、それもあっての混雑だったようです。イートインのレジに並ぶ気力のなかった私たちは別の店員さんに駐車券の処理をしていただき、キロに着きました。ありがとう釜 A さん、いつものようにキロの千歳空港でパンロールを買うので今回はこれで許してください。今回の小樽はこれでおしまい。
あとは下道を1時間ほど走り、ホテルロイトン札幌に戻ります。お疲れ様でした。今日ここまでの出費、総額13,680円、1人当たり6,840円。こんにちは、安旅です。札幌と周辺の旅も2日目の夜、これから車で夕食に出かけます。私の手元には札幌割でいただいた札幌スマイルクーポン4000円分が残っているので、今日もクーポンが使える店まで出かけます。今夜の夕飯はジンギスカン。でも今流行りの生ラムなどではなく、漬け込み羊肉の老舗松尾ジンギスカンです。今回はクーポンが使えて、駐車場のあるホテルから約 5km の場所にある松尾ジンギスカン北19条東店に向かいます。連日夕食を食べに 7km とか 5km とか、レンタカーと無料駐車場の組み合わせは最強ですね。おや、昼食に引き続き夕食でも自動販売機。ここにも駐車場横にお店の自動販売機があり、冷凍のジンギスカン肉を売っています。コロナ禍以降こういうの増えてますよね。今日は日曜日、でもここは住宅街に近いので繁華街のような混雑はありません。ウェルカムドリンク、いいえ、 LINE 登録でドリンク1杯が無料でした。メニューはタッチパネル方式。今回はドリンク付きの肉焼く大盛りラム 300g セットを注文しました。ビールも選択できるので、コストパフォーマンスの高そうなセットです。今回はソフトドリンクでのオーダーでしたが、肉と野菜がやってきました。これで2人前、ラムは 600g です。松尾ジンギスカンの場合、このまま鍋で適当に焼けばよいというものではないようなので、準備を店員さんにお願いしました。もやしの方を置けましたら、真ん中に円を開ける形で溝の方に落としていきますね。はい、スペースの方できましたので、お肉の方へ行かせていただきます。はい、ではラムジンギスカンの方へ入れていきます。お肉の方ですね、両面色が変わってくらいが食べ頃となっておりまして、行き過ぎてしまいますと少々硬くなってしまいますので、お気をつけください。はい、じゃあ、その先ほどの方からいきますね。失礼いたします。最後、タレの方をかけていきます。タレの方はお野菜に踏み落としてお座りください。お肉の方を漬け込んでおりますので、こちらは火を通してからお召し上がりいただきお願いいたします。はい、失礼します。お飯とお汁の方を持ちますので、親切な店員さん、手際良いです。後から気がついたのですが、メニューのタブレットにも食べ方の説明がありました。お肉は焼いて、野菜は煮るのが松尾ジンギスカンのスタイルのようです。うどん、セットにはなかったけれど、注文するべきだったのかな。肉は両面の色が変わったくらいが食べ頃とのこと。ノンアルコールビールを飲みながら焼き上がりを待ちます。もうちょっとかな。生ラムを焼いたジンギスカンも美味しいけれど、こういうタレに漬け込んだジンギスカンも美味しいですよね。ラムも美味しいけれど、漬け込みスタイルではマトンもなかなかのものなのですが、今回は追加注文するお腹の余裕はありませんでした。焼き上がってからはもう食べるのに一生懸命で、動画の撮影は忘れてしまいました。
ごめんなさい。店では中古のジンギスカン鍋を1000円で売っていましたが、機内持ち込み 7kg のシンプルピーチでやってきた私たちには重量的に手が出ません。残念。今日もクーポンの力を借りて飽食、重いお腹を抱えてホテルに戻りました。昨日に引き続き、ありがとう札幌割です。連日の飽食で体には良くなさそうですが、今日1日の支出総額2万658円、1人当たり1万329円、そのうち食費が総額1万5058円、クーポンなしだと総額2万58円、ホテル代を含む全支出に対する食費の割合約 72%。 エンゲル係数高すぎ。おはようございます。飽食の札幌界隈旅も今日で3日目。今日は2泊お世話になったロイトン札幌をチェックアウト。車を南へ走らせます。最初の目的地はロイトン札幌から南東に約 6km。 3日目ではありますが、札幌観光の原点に立ち返ります。平岸高台公園、以前隣接して HTB の社屋ビルがあり、人気番組水曜どうでしょうの前枠後枠撮影地に多用されたため、誰が数えたのか、多い時には年間5万人以上のファンが訪れていたとのこと。今でいう聖地ブームのようなものですね。そして2021年4月30日には HTB が市に寄贈するという形で水曜どうでしょうの記念碑が完成。今回はそれを見に来たのですが、想像以上に立派で少し驚きました。ちなみに旧 HTB 社屋は完全に解体されており、分譲住宅地と店舗の造成工事が行われていました。さて、次の目的地は今回札幌市内で最後の訪問地、平岸高台公園から南に約 12km の場所にある札幌芸術の森です。ここには彫刻の野外展示やクラフト体験施設、美術館などがあり、今回はここで行われていたピクサーの秘密展を見に来ました。ピクサーの秘密展は2015年にボストンで初めて開催されたアニメ映画制作会社ピクサーとその技術に関する展覧会で、アジアでは初めて日本国内7カ所で開催されていました。札幌は最後の展示会ですし、車でも行きやすく、入場料も都内より少し安く、旅先だけれど良い機会でした。でもごめんなさい、内部は撮影禁止なので映像はありません。売店にはピクサーグッズがいっぱい、ファンの人たちには魅力的な場所のようでした。札幌芸術の森には美術館のほか、ホールや各種体験工房、そして有島武雄の宮廷などもあるのですが、ピクサーの展示で頭がいっぱいになった私たちは早々にレンタカーに乗り込み、2泊3日お世話になった札幌を後にしました。今回の旅行も残り1泊2日、この後は千歳市で過ごします。ありがとう札幌、そして札幌割。今日ここまでの支出総額3440円、1人当たり1770円。こんにちは、安旅です。芸術の森を離れ国道453号線を南に走り約30分、車は支笏湖に到着しました。湖畔では鹿のお出迎え、北海道では珍しくはない鹿ですが、今回の旅行では初めての遭遇です。支笏湖はビジターセンターエリアの駐車場がお高いので、駐車場無料のポロピナイ園地から湖を眺めます。鹿のお見送り付きでした。支笏湖を眺めながら国道453号線を走ります。そして支笏湖から千歳市街に向かう道道16号線へ、さらに脇道へ。ここにはどうしても立ち寄ってみたい施設がありました。千歳サケマスの森サケマス情報館です。国立研究開発法人水産研究教育機構という長ったらしい名前の組織が運営するこの施設は、しばらくコロナで休館していましたが、3月末から公開を再開し、
1週間のうち月、水、木、金曜日の4日間だけ公開するという訪問難易度がやや高い施設です。もちろん祝日もお休み。平日の月曜日にここを通った私たちが素通りできるはずがありません。サケマス情報館には2つの建物があり、こちらの展示室では深谷放流の歴史や技術について学ぶことができます。大水槽では餌やり体験を行うこともできます。密漁禁止を訴える昔の看板がありました。こんなものを見ることができる場所って他にあるでしょうか。北海道サケマス保護協力会、こんな会があったのですね。これは魚卵を採卵し、受精、孵化させる装置のようです。雨がっぱと手袋で再現された人間と、青い魚の模型がいい味を出していますね。隣にあるのは、ゲームや映像展示、そして稚魚に触れたり餌やりをしたりすることができる施設。ゲームなどの機械は、修理中のものが目立ったのがちょっと残念。映像展示は限られた予算の中で頑張っている感じが伝わってきます。ここではサケやマスの稚魚に触れることができます。体色変化を観察するコーナーでも本物の稚魚を使います。贅沢。でも幼魚池の中にある魚卵はガラス玉でした。稚魚は本物、いっぱいいるのはここには実際の孵化施設もあるからでしょう。というよりここは日本で初めてのサケマス孵化施設であり、サケマス情報館はその広報施設なのです。ここでは稚魚の放流体験をすることもできます。まず水の入ったカップを一つ持ち、稚魚を網ですくってカップに入れ、その稚魚を水の流れるトイに流します。4年経ったら帰っておいで。サケマス情報館を後にし、少し早い時間なのですが、今夜泊まる千歳市内のホテルに向かいます。この日私たちは千歳割でホテルを予約しており、これには1人2000円分の飲食クーポンがついてくるので、サッカーブラジル戦のある今日明日の午前便で帰宅する私たちは早い時間にクーポンで食事をする必要がありました。そこでホテルでチェックインだけを済ませクーポンを受け取ります。今日のホテルは JR イン千歳。予想以上に良いホテルだったのですが、詳細はまた後ほど。今はとにかくチェックインを済ませ飲食クーポンをいただき予定の店に行かなければなりません。
千歳飲食クーポンが使えるたくさんの店の中、目星をつけていたのは駅前のホテルから 1.2km 車で3分の場所にある回転寿司のお店、北北亭です。話によると、ここの平日ランチは劇的に安くて美味しく、なんと平日の午後5時まで注文できるとのこと。クーポンを使い、レンタカーを返し、自力で千歳空港からホテルまで戻り、7時からサッカーを見たい私たちにはこれ以上ないという選択肢でした。時刻は夕方4時台、平日ランチメニューはまだ置いてあります。少し迷ったのですが、今回は800円の味わい御膳と500円のワンコインランチをいただくことにしました。注文はタブレット、トリトンや松尾ジンギスカンと同じシステムです。単品メニューを見るとニシンがあったので、これも注文。ニシンは鮮度が保ちにくく、出回る期間が長くないので、出会った時に食べなければなりません。ランチの登場です。まずは味わい御膳。握りが10貫に天ぷら、そば、茶碗蒸し、味噌汁、そしてコーヒー。お高いネタこそないけれど、これで800円ってすごくありませんか。追いかけるようにワンコインランチもやってきました。こちらは寿司10貫に味噌汁とコーヒー付き。お安くて注文するのが申し訳ないほどなのですが、実際注文は1人1台まででした。食べ始めるまでは、今日は昼食もまだだし、寿司20貫と多少の料理くらい食べられると思っていましたが、北海道の寿司はシャリが大きいこともあり、大食いの私たちすら危うく食べ残すところでした。大泉洋も好きだと言っていた北北亭、これがクーポンで無料だなんて、千歳市さんありがとう。お寿司で膨れ上がったお腹を抱え、レンタカーを返却に行きます。今回利用したちょい乗りレンタカーは空港以外の送迎を行っていないので、今夜千歳泊の私たちはホテルのある JR 千歳駅から空港まで1回多く往復することになり、交通費が1000円ほどかかりました。ともあれ、空港からバスで千歳駅に戻ります。残ったクーポンでドーナツを購入。これは明日の朝食にしましょう。今夜の宿 JR in 千歳は、千歳駅から徒歩1分、駅前ロータリーに面したロケーションの良いホテルです。空港への送迎バスはありませんが、電車を使えばホテルから空港までは最短10分。しかも今回は千歳割で、ツインがラックレートから1万円引きの4000円、さらに4000円分の飲食クーポンがいただけるのですから、これは止まらない手はありません。今回の部屋は907号室、スタンダードツインの部屋です。19平米の部屋は広くはありませんが、閉塞感はなく、清潔で快適です。眺望も素晴らしく、 JR の電車や空港アプローチする飛行機も見えました。予約時、可能なら空港や線路が見える部屋をとお願いしてみたのですが、この日は特に問題がなかったようで、希望が通った形です。ちなみにこのホテルには、千歳駅に出入りする電車を眺められる部屋を確約するプランもあります。さすが JR インですね。唯一残念だったのが、壁掛け式のテレビの HDMI 端子が使えなかったことです。さて、水回りはというと、広くはないけれど閉塞感はなく、とても清潔と、部屋と全く同じ印象でした。 JR in 千歳は2018年の開業と新しいホテルである上、メンテや清掃もしっかりしていて、部屋も館内もとても清潔です。2階に宿泊者が自由に使えるラウンジがあるとのことなので、行ってみました。予想以上に広くて快適そうなスペースです。コーヒーサーバーがありました。コーヒーや紅茶が自由にいただけます。そしてその奥にはライブラリというより漫画コーナー。ここには700冊以上のコミックや絵本、雑誌があるのだそうですが、
驚いたのはそれらがすべて完璧に整理されていたこと。清潔な部屋といい、 JR イン千歳の清掃スタッフさん優秀すぎ。ちなみにラウンジの奥には大浴場の入り口がありましたが、部屋の鍵がないと扉が開かないシステムでした。セキュリティもしっかりしています。この日はサッカーを見て、夜食の焼きそば弁当を食べ、おやすみなさい。翌朝です。 JR イン千歳は駅に近いのが魅力のホテルですが、ホテルを出てから駅のホームまでどれくらいかかるか、カメラを止めずに撮影してみました。ホテルのドアからホームまでスイカを使ったとはいえ約2分30秒。1時間に5本ある千歳空港行きの電車に乗ってしまえば所要8分。タイミングもありますが、およそ10分もあれば空港に着いてしまうのですから。 JR イン千歳の空港アクセスの良さはなかなかのものです。広くて賑やかな千歳空港で、出発まで10分余裕があるのなら寄っておきたい場所があります。釜井です。今回小樽でレジの行列の長さに購入を諦めた私たちは、ここで釜井のパンロールを食べないではいられませんでした。ここ千歳空港店でも主だった練り物はおおよそありますが、北海道でしか食べられないものをと考えるとパンロール一択です。持ち帰ってもカリカリに温め直すのは難しいので、その場で食べてしまうのが正解。お腹も満たされたのでチェックインを済ませます。今日のフライトは10時30分発 PHMM568 便、バスでの搭乗でした。今回は札幌を中心に3泊4日の旅行でしたが、私にとっては数年ぶりの札幌泊となり、改めてこのエリアの観光地と飲食店の多さ、選択肢の多さを感じました。北海道らしさという意味では道東や道北の方が良いのかもしれませんが、
札幌と周辺のエリアには様々な選択肢があり、何度でも楽しめる側面もあります。まして今回は札幌割、千歳割というプレゼントもあり、予算の少ない私たちにはありがたい旅行となりました。きっと近い将来、北海道にはまた行くことになるでしょう。千歳1泊2日での支出総額、合計15,597円、1人当たり5,299円。2023年10月からは、毎週2回動画をアップしています。ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。